ビアチェスラフザ・ゴロドニュクは、旧ソビエト連邦出身の男性フィギュアスケート選手で、現在は、プロスケーター。1992年アルベールビルオリンピック、男子シングル独立国会共同体代表。1998年長野オリンピック男子、シングルウクライナ代表。1996年ヨーロッパフィギュアスケート、選手権優勝。ウクライナ語読みでは、 ビアチェスラー・ザ・ホロドニュークが近い。1972年、ウクライナ共和国オデッサに生まれる。1987から1988年、シーズン、ソビエト連邦を代表として、世界ジュニア選手権に出場しに、翌1988から1989年シーズンには、世界ジュニア選手権で優勝を果たした。 シニアクラス転校後の1990年と1991年には欧州選手権で3位となり、1992年アルベールビルオリンピックには独立国家共同体代表として出場し8位。以後、ウクライナ代表として活動する。1994年リレハンメルオリンピックには代表争いで同じウクライナのビクトール・ペトレンコに敗れ出場することはできなかったが、 1994年世界選手権では初のメダル獲得となる3位となった。1995から1996年シーズンからは ISU グランプリシリーズに参戦。1996年欧州選手権では初優勝を果たした。2度目のオリンピックとなった1998年長野オリンピックにウクライナ代表として出場し10位。後に引退。 引退後はプロスケーターとして活動を続け、現在はフィギュアスケートコーチに転身した。1997から1998シーズン。ありがとうございます。